昨日はね、あの遅くまでもう私もちょっと疲れ気味で今日ちょっと遅れたんですけどね、実は言うと仕事まで来てて忘れ物してまた飛び入り帰ったんですけども、まあね、年取るとね、年を重ねるといろいろと忘れ物多いです。まあ昨日はね、遅くまで、準備ね、お疲れ様でした。今日いよいよ第20回ですね、節目の大会巡回ですね、コンサートですね、になりますけども、大手もね、このお客様が来られることを期待していますけども、とりあえず、事故とかね、機械室でも第1第2で分かれてもらってますけども、ギターなんかね倒したり、その辺ちょっと注意だけお願いします。あとは特に前にねやってることですので、そう お話もないんで、この辺で終わっております。次、あ、終わったの、うん、慶応さん、準備今から怪我しました。はい、大きな拍手を、あと大きな拍手を、はい、痛い痛い、拍手があるとないとやっぱりね、モチベーションが、はい、そうしましたらですね、本日の、出演者の皆様方のね、ご紹介と合わせてですね、本日の総合司会高橋慶三をご紹介いたします。はい、本日の、総合司会は小宮山宇佐ちゃんです。では、順番に出演順で本日のご出演の吉村哲也さんも司会ですので、あ、てっちゃん、あ、てっちゃん、アシスタントのミクロさんでしたね。てっちゃんです。今日はツインボーカルでした。今日はすいません、今日はツインボーカルでございます。すいません、ありました。はい、そうしましたらですね、出演者の皆さんの順にご紹介しますので、大きな返事でそのままご記述ください。トップバッターノスタルジーさん、はい、ありがとうございます。うちの林家ペーパーかという感じです。ちょっといじりますんですいません。ちょっといじりますんでね、ちょっと盛り上げたいんでちょっと、はい、すいません、ちょっと口が軽いんで申し訳ございません。はい、そして竹野クラブさん、はい、よきよきとお願いします、はい、竹野クラブさんです。さあ、あ、こちらは正真正銘のご夫妻でございますね。はい、正真正銘、はい、多分違う、きっとそうですね、はい、フラット&シャープさんです。おしどりコンビのね、もうよろしくお願いします。はい、4番手、空海空手と書いてクーミンでしたね。クーミンさんです。あとなんかそうですね、帽子がなんかミラーボールのように光っておりますけども、はい、クーミンさんです。そして、午前中前半のね、トリオを語っていただきますのはランブラーズさんです。あ、今回はですね、めくり一新いたしまして、はい、ランブラーズさんのね、さっちゃんが今回から、めくり書いていただきました。ありがとうございます。ご紹介いただきます。はい、そして、昼休憩がございまして、ここから12時5分から12時45分まで、約25分あ、ちゃうわ、あ、45分計算ができません。え、45分、40分休憩です。はい、入りが5分、はい、あ、そうですね、はい、ですので、45分まで休憩ですけど、次のシャイニングスターさんが12時45分からスタートになりますので、なるべく12時40分までには集まっていただきますように、はい、ということで、お昼のトップはシャイニングスターさんです。今回が解散にならないように頑張ってください。はい、今回ラストコンサートにならないように、はい。本名はコウソヨウジと申します。よくわかんないですけど何がしたいのかよくわかんないですけど、ありがとうございます。はい、そして7番目、山ちゃん、
たね。来たね。来たね。はい。女性ね、会員、ね、最年長。ね、あ、言わんでへんの。これは言ってやったから。言ってほしいのかと思って。元気やなって言うんですよ。あ、元気やな。いや、元気やな。はい、チャコのお二人です。これチャカではないね。チャコやね。チャコやね。チャカで。あ、本当やね。ちょっとこの横の方が見えへんかったから、チャカかと思ってね。はい、ちょっとローラさんでね。はい、で続いてはですね、おなじみ、ココアドコアさんです。相方、お忙しい相方なんでね、ただいま相方は公務中でございます。はい、そして、午後の部のね、前半の、鳥はですね、我らがね、愛好会会長でいらっしゃいます、ね、会長のグループです。ヒューマンズです。もうパーティーも本当にね、お客さんの介護状態でね、もうカレーパンのユウさんと同じような境遇になってきて、本当にね、もうね、意気投合でございます。ヒューマンズ頑張ってくださいね。はい、で、休憩挟みまして、休憩が、10時25分から10時35分で、10分ですね。ですけど、次の昼の部が14時35分からになりますんでね、14時半までにはお集まりください。はい、最終コーナーのね、トップはですね、私のカレーパンが務めます。よろしくお願いします。ちょっと相方が83歳なんで、ちょっと今ゆっくり。のんびりやっていきますんでよろしくお願いします。温かい眼差しでお願いします。はい、一応カレーパンね、20回お節目ですね、フォーエバーフォークのステージは卒業させていただこうということで、はい、ケンさんがちょっと持たないんで、ね、ケンさんの意向で、はい、しない、知りませんよ。はい、福祉ライブは引き続き継続してまいりますんで、はい、ね、フォーエバーフォークとしてはですね、ちょっとカレーパンをね、ご用意ということでございます。はい、そしてなんと昨日ね、電撃報告っていうかね、こちらもですね、フォーエバーフォークのステージをね、今回で卒業という、なんか卒業宣言がなんか多いですけどね、秋方さんです。ちゃんと耳になって、はいはいはい。秋方さんね、まあ、そうおっしゃらずっていうことで、ちょっと、はい、あと若いんですから。はい、という秋方さんですね。そして、今回の、トリを語っていただきますのは、ジャランジャランプラス SOP の皆さんです。お願いします。はい、ね、皆さん背がお高いですよ ね、 ね、皆さん背がお高いと思いますね。はい、ということで今回12組 の、 出演者の皆さんでございます。そして、忘れていただきません、ね、このフォーエバーフォークのステージがあるのはこの方のおかげでございます。総合音響、ね、スタジオメニック、おめんさんです。お願いします。何かおめんさんの方から所注意ございますでしょうか。特にないかな。時間守りますよ。はい、そうですね。タイムキーパー今回どなたでしたっけ。あ、タイムキーパー村瀬さん。はい、この方が出てきたらもうちょっと危ないんで。何分前から。そうでしょうね。はい、10分前。誰か諦めたらなかったね。はい、5分前。5分前ここまでいるから3分。で、終了が出ます。終了は見せません。おべえさんに見せます。これ本当に本当に聞き慣れますんで。はい、これもう今後同段なんで、もう、はい、もう突然切れますんで、なんか歌の途中であろうが、はい、エンディングの決めどころであろうが、もう容赦ないわ。はい、時間ねえじゃん。ということで、はい、20分一本勝負でよろしくお願いいたします。はい、ということですね。あとは愛好会の方の、それぞれスタッフ役員の方から何か、所注意事項ございますか。大丈夫ですか。はい、そうしましたらですね、あとは最後、ミナウタでございます。はい、
ミランダなんですけども、最後ジャランジャランさんの演奏が終わりましてから、5分、一応転換の時間を設けて、そこから3曲皆さんでということになっております。1曲目が戦争を知らない子どもたち、オープン C ですね。それから、次が夢の中へ、これが、G ですね。オープン G ですね、はい、そして最後が、あの素晴らしい愛をもう一度。これ前回ピクニックでは A でニカポの G でやりましたけど、それでいこうかなということで、はい、で転調はしません、はい、ということで、以上3曲みな歌でございます、はい。でジャランジャランプラス SOP の皆さん方と、あと、すみません、私の方ちょっと音頭取りで入らせてもらいます。あとベースがシャイニングスターのコソさんにお願いしておりますので、はい、よろしく。あとキーボードもあれかな、シャイニングスターさん、ね、西村さん、いいですか、はい。ということで、じゃあそういう編成で、あとはもう皆さんそれぞれもうステージに上がっていただくなり、ステージの客席の中で盛り上げていただくということで、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあ以上連絡事項でございますけれども、あとは皆さん方の方からご質問等々ございませんでしょうか。よろしいですか、はい。じゃあこの後集合写真を撮ってそのままありがとうございます、拍手でね、はい、ありがとうございます、インタビューなんです。あとですね、今日この中は空調を入れないということにしておるようです。はい、寒いだの暑いだのいうお客さんがいらっしゃるかもしれませんけども、適当にあしらっておいてください。まあ、多分そんなに暑く寒くないと、人が入ると ね寒い、いつも暑いとかいう声が多いんで、はい、今回は、まあ、入れないということなんで、寒かったら海に行ってくださいということで、はい、ご案内ください。はい、じゃあこの後、ちょっと記念写真の方で、あとそれぞれ時間までですね、ご担当の部署で、一つ待機をよろしくお願いしたいと思います。はい、ちょっと紹介だけしておきますけども、今ロビーにね、一人ポツンと男性の方が座っておられますけど、あの方ね、ずっと愛好会の活動とかフォーエバーの活動を支援していただいて、今回も差し入れを何かいただいてますので、また食べ物と思います。ちょっとご紹介だけして、顔見たらちょっと挨拶なりをしていただければというふうに思ってますので、よろしく。宮本さん、今先ほどお寺です。はい、以上です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ケルさん、じゃあ記念写真撮りますので、ちょっと前の方に集まっていただいて、はい。そうですね、女性出演者の皆さんも、久保田さん前に座っていただいて、で、とっさん真ん中にね、囲まれるように。この辺ちょっとちょっと座ってますよ。ちょうど女性にちょうど座っておいてもらって、で、トッサン真ん中に。写真はみーちゃんが撮ってくれます。今日ビデオもね、みーちゃん撮ってくれますので、ね、よろしくお願いします。そうね、そんな分ちょっと膝立てに、ちょっと膝で、膝立てしてもらっていいかもね。あ、いいですね。みーちゃん、ちょっと下げて、下がって、頭打つんねん。お、それ、OK。みんな間からちゃんと顔出してくださいね。おべんさん、そんな後ろで、おべんさん前行き。おべんさん、おべんさん。おべさん、そこ。あ、そこそこ。余計なこといいんだ。あと、ちょっとブラさんと顔が暗いですね。いや、もうちょっと、あれ受付とか入ってる？受付？まだ人数いるんちゃう？
こうちゃんは？ああ、いいけど。こうちゃんはええけどね。受付とかもまだおったんちゃう？もう大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、さっき大丈夫です。やらもいいへん。で、また誰か行ったらまた入れ子になっても、テレコ、ずん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 こうテレコになって探しに行くっていう。さっきは。